世界に金融不安が広がっていますクレジスイスには UBS が買収すると発表しましたけどもこれで信用不安収まるんでしょうかまた今週アメリカの FRB は利上げをするのかどうか見方について解説します こんにちは。3月20日、日本株投資戦略レポートをお届けします。楽天証券久保田です。今日はシリコンバレー銀行ショックが飛び火して、欧米に金融不安が起こってますが、それが収まるかどうか、日経平均どうなるか解説したいと思います。それでは、早速、まず、先々週と先週の日米の株価指数の動きを見ていただきたいと思います。先々週って言ってるのが3月6日から10日ですね。 先週は3月13日から17日です。で、先々週、アメリカの株価が大幅に下落しています。この理由なんですけども、2つの不安があったと。アメリカが利上げを加速するんではないかっていう不安と、あともう一つ、シリコンバレー銀行の株価が急落して破綻したんですけども、これで金融不安が始まっているということで、 利上げの不安、金融不安、二つから、アメリカの株価が急落したのが、これ、先々週ですね。じゃあ、先週どうなったかというと、ナスダックが大幅に上昇しています。金融不安は、さらに、世界に広がりました。欧米に飛び火して、クレジスイスの株価が急落したり、アメリカの地銀の株価が急落するということで、 金融不安はさらに深まったというところなんですけども、それによってアメリカの FRB が利上げに慎重になるという見方が出ています。で、場合によっては、今週ですね、3月22日の FOMC で、利上げが一旦なしという可能性もあるということを、マーケットは織り込み始めているということで、 金融不安が拡大しているということはネガティブなんですけれども利上げの停止時期が早まるという見通しが出ているということはポジティブということでアメリカのナスダックは世界の金利が低下したということを交換して大きく反発している一方先週も銀行株など金融株が大きく下がっているんでニューヨークダウンはちょっとマイナスになっているというのが先週の動きです で、えー、まあ先週ですね、世界に信用不安が拡大したということを見ていただきたいんですけれども、欧州、米国に信用不安が飛び火したわけなんですけれども、スイスの銀行2番の、えー、クレディスイスに信用不安が拡大した。かねてより、まあ経営不安が言われていたんですけれども、シリコンバレー銀行が破綻したこと、また、 大株主のが追加出資しないと発表したことから、一気に信用不安が高まって、株価が急落したと。で、この信用不安を抑えなきゃいけないということで、スイスの中央銀行が資金注入を発表したということに加えてですね、えっと、これ、あの、今朝ですね、UBS がクレジスイスを買収決定したと。 いうことですでに報道されていますけれどもスイスの銀行ナンバーワンの UBS が救済合併するということになりましたまあこれでまあクレディスイスの不安はかなり収まるというふうに期待されますただ今後ですねこの UBS のクレディスイスを買収する UBS の株価がどう動くかということは注意してみる必要があると思います でクレジ・スイスの買収額ですけどもえ純資産価格を大幅に下回る金額での買収というふうに報道されていますのでえ、まあ、クレジ・スイスの中にはかなりの不良債権があるんではないかということがえ、まあ、買収価格に織り込まれているということですで先週ですねアメリカの地方銀行全般に信用不安が広がりました、まあ、中でも カリフォルニア州のファーストリパブリックバンクの株が急落して資金流出の懸念が出ているというところで JP モルガンなどの大手銀行が300億ドルの支援をしたということですねバイデン大統領は銀行を救済するために公的資金使わないというふうに話してしまっているので民間の銀行に法が情報式で 支援させるという形になったんですね。日本の金融危機の時も同じようなことがありましたけども、それと同じようにまああの銀行に銀行を救済させるという形になってますけども、まあ、今の時点でまだアメリカの地方銀行の信用不安は収まっていません。そもそもあのシリコンバレー銀行が破綻した原因っていうのに。 えー、2つあって1つはあの預金いっぱいあるけれども貸し付金がほとんどないということで運用しなきゃいけないということから債券投資にのめり込んでいた、えー、ということで、えー、預金の約70%で MBS とか、えー、米国の長期債券を買っていてそれが金利急騰で一気に損失が膨らんだというのが1番目ですね。で2番目として え、預金ですけれども、あの、個人預金が少なくて、大口の法人預金が多かったということですね。で、大口の法人預金は逃げ足が早いんで、こういう時に、え、資金不安が出がちだということです。で、先週は同じようなことで、ま、法人預金の比率が高い銀行とかそういうところが、 えまあ、狙い撃ちになって株価が急落しているということがあります。まあ、この不安どうなるかということが引き続き懸念されますけれどもこうした中でですね、えー、さらにがが利上げすするのかかどうかっていうといころが焦点になります、まあ、急激な利上げによってこういった銀行の不安を起こしてしまっているわけだから利上げを一旦停止するんじゃないかという期待も出ているということですね。 アメリカの金融マーケットでそれをどう織り込んでいるかということをアメリカのですね10年金利と2年金利とあと短期金利である政策金利 FF 金利この3つの動きからマーケットの先行きの見通しというものを見ていきたいわけですけれどもまあ FF 金利急激に利上げをしていますね。 0.75%とか0.5%の利上げをどんどんやったというこれ過去歴史的にも例がない急激な利上げですねもし普通の利上げ0.25%の利上げを年4回やるっていうのが普通ですからそういった状況だと年1%しか切り上がらないんでそれならば 1> 年1%の金利上昇を何年も連続でやっても銀行は対応できますから、まあそんな急に銀行が破綻するということはなかったんですけども、今回は1年間でもう4.5%ぐらい一気に上げてしまったということで、銀行の破綻につながったということです。で、それに対して金融マーケットがどう見ているか。 0%で金利をずっと抑え込んでたんですけども利上げが遅れたということで FF 金利最初どんどん上げていくときに2年金利も10年金利もどっちも上昇しています。ということは短期的にも中期的にも長期的にも金利に水準引き上がっていく余地があるということを織り込んでたっていうのはこの2022年の前半の動きですね。 ところが2022年の10月あたりからこう見ていただきたいんですけどここのところで赤い線の FF 金利と10年金利が逆転してますよね10年金利よりも短期金利の方が高いっていう状況になったということですこれは短期的にはインフレを抑えるために FRB がどんどん利上げするから短期的には金利は上がるかもしれないけどこんな高い金利は10年という長期で見たら維持できないだろうと 長期的には金利は下がるだろうということでこの10年金利と FF 金利が逆転しているわけですねただ、まあ、この時点でまだ2年金利っていうのはあのさらに高い位置にあったわけなんですねだからまだあの1年2年タームでは高い金利が続くけれども10年タームでは金利が高すぎるという見通しがこの辺で織り込まれているわけですねで今回3月ですね あの世界に金融不安が広がったところでアメリカの2年金利この緑の線が急落して3.8%になった。で FF 金利よりも大幅に低い水準になったということでこれはどういうことかというと短期的には金利が高いけれども 2年とか10年のタームで見るとこの高い金利は維持できないよということをマーケットが織り込み始めているということで、まあ、それならここからさらにどんどんあの FF 金利を上げていく利上げはないだろうというふうに金融市場は見ているということですね実際にどうなるかということはわからないです0.25%の利上げというのが3月22日に発表されるかもしれないどっちなのか 0.25%利上げやるのか利上げ一旦停止するのかによってマーケット大きく波乱すると思いますので3月22日の FRB の政策発表というものには今週注目する必要があります。でシリコンバレー銀行破綻の株式市場への影響というものをまとめたんですけど4つのシナリオで考えています。 まず FRB の金融政策への影響はどうなりますかということですけれども今のところ利上げ停止の時期が早まるというふうに考えられますから、まあ、ここで書いたシナリオ1シナリオ2の確率が少し高くなったんだなというふうに考えられます。でもう一つ今世界に金融不安広がががっっててままますがこのどどんどん連鎖破綻があって リーマンショックのようなことが起こってしまうのかどうかということなんで、まあ、金融危機があるかないかということに注目して、このように4つのシナリオに分けました。利上げ停止時期のは早まり、かつ金融危機がなければ株式市場への影響は非常にポジティブですね。で、過去の世界の金融危機というのを見ると、だいこう不動産価格が急落して、それで 不良債権が拡大して金融危機になるというパターンを描いています。日本の1990年代の金融危機も不良債権の拡大によって起こりました。で、リーマンショックも金融危機だったわけなんですけども、これも北米の住宅価格が急落して不良債権が拡大して起こりました。今のところ不動産の急落不良債権の拡大っていうのは起こっていませんので、 えまあ今のままですぐ金融危機になる可能性は小さいだろうというふうに私は考えていますですので私はメインシナリオとしてシナリオ1を考えています利上げ停止の時期が早まるけれども金融危機は起こらないということで株式市場には非常にポジティブな影響があるんじゃないかというふうに考えていますただあの混乱が収まるのにまだ時間がかかるということと、まあ、そうは言ってもリスクシナリオもあってそれも考えなきゃいけないと で、3月22日、0.25%の利上げが実施されれば、利上げ継続という不安もあるので、シナリオ3、シナリオ4の可能性も残るわけですね。で、さらなる利上げが、さらなる金融危機を起こしてしまうという、このシナリオ4の可能性というものもあるわけなんで、3月22日の FRB の発表というのが非常に重要ということですね。それと、利上げ停止の時期が早まっても、 ここから、いろんなところに危機が伝播して金融危機関が起こってしまうという可能性もあります。金融危機関が起これば利上げは停止しても、やっぱり株式市場を大きく下げるという可能性もありますので、まあ、こういったリスクシナリオまだありますので、時間分散しながら買っていく必要があるというふうに考えています。なおですね、私は FRB は3月22日常識的に考えて、 まあ利上げを一旦停止するだろうというふうに予想してますけどもそれがですね予想通りにならないことって過去にあるんですそういう時にマーケットは暴落しています古い話ですけども1987年にブラックマンデーという世界の株の急落がありましたこれ何で起こったかっていうとまあドイツ西ドイツですね当時 ドイツは利上げしないだろうというふうに考えられてましたがそれがまさかの利上げを強行したとそれをきっかけに世界の株価が暴落したということですね。でまたリーマン・ショックもそうですね2008年のリーマン・ショックこの時もリーマン・ブラザーズ大ききすぎて潰せないということで米政府が 救済するだろう、だから大丈夫だろうというふうに考えられてたんですけども、まさかのリーマンを破綻させるという決断がされたことから、リーマンショックという株価急落につながりました。ですので、こうなるだろう、ああなるだろうという予想は外れることもありますので、まあ、あのリスクに関する見方、警戒というものは必要だということです。で、結論はいつも話していること変わりません。 日本株、米国株も割安で長期的に良い買い場を迎えているというふうに考えられますが、短期的には利上げ継続金融不安が続くということで、短期的なショック安はまだあるかもしれないということで、リスク管理しながら、時間分散しながら少しずつ株を買い増し,していくということが長期の資産形成に寄与するというふうに考えています。 以上です。ご清聴ありがとうございました。なお、今日のレポートライブを評価していただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。ありがとうございました。